皆さんこんにちは。今回はお囃子作りの体験をしてみましょう。お囃子はレ、ミ、ソ、ラとの五音を使うとお囃子らしいメロディーになります。ではまずウォーミングアップです。レ、ミ、ソ、ラとの五音を覚えましょう。レ、ミ、ソ、ラ、高いド、高いレ、高いミ、高いソ。では皆さんも一緒にもう一度読んでみましょう。レ、ミ、ソ、ラ、高いド、高いレ、高いミ、高いソ。今度はリコーダーで吹いてみましょう。三、はい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 。それでは一つ目のリズムを太鼓で叩いてもらいます。お願いします。では次のリズムを叩いてもらいます。お願いします。